はい、ということで本日も心霊写真のコーナーやっていきたいと思います。今回は2本撮りでございます。はい、場所も変わっておりません。この前に出た心霊写真のスポットと同じ場所で今撮っております。多分これが出る頃には多分新年明けてるんですよ。多分ですね。皆さん新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。今年も、心霊番組ジャッジマンの方よろしくお願いいたします。では行きましょう。最初にどっちから行きます？ごまの方から。はい、じゃあ1枚目です。どうぞ。え、この男性の顔？それです。え、めっちゃ男性じゃない？え、これ本当にこれ？はい、それです。一応こちら、はい、若い男性が亡くなった交通事故の現場を地元警察の方が記録用として撮った写真の一枚です。はい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 。フィルムカメラで撮った写真なんですが、うん、男性の交通事故直前の表情を再現していると言われています。写真にいろいろこうなんかもやってるのは何？このさ、顔の左部分にもやがなんかあるじゃない、うん、本当に左あります部分にあるんだけど、これさ数人の人間が見えるんだけど、ここに一人いない？オーバーオールと帽子かぶったよ。あ、確かに見えるでしょ、ね、でこっちにもこれも人じゃない？人型っていうか、人かどうかわかんないけど人型っぽい。しかもさ、この男性の右側の木のさ枝の部分に顔ない？これ顔じゃない？顔ですね。だよね。もちろんこの写真を一発目見た時に、このなんかわーって横にね向いてる男性の顔が一番先に見えたけど、俺結構気になるのは周りだったりする。周りに対しては、ね、特に解説とかはされてないんですよ。でも確かに、いや人がいっぱいいるでしょ、うん、これ見えますね、うん、いやなんかでも気持ち悪いって言っていいのか分かんないけど、なんかすごいね、煙とかが出てる感じでもないもんね。だっていろいろ想像してしまうような写真かもしれない。例えばなんで事故したのかとか、もしね俺が言ってるように周りにいろんな人がいたとして、その幽霊がね映ってる、うん、俺が見える人たちがいたとして、この人が事故をしたことでたまたま映ったのかもしれないし、そもそもこの人たちがいっぱいいるところを通ったからこそ事故したのかもわかんないしっていう、いろんな見方があるよね。どちらにしても 80% 恐怖感だから、そのいっぱいいるところでたまたま事故して写真撮ったら写っちゃったとしても、何もいなかったけど事故した時のその事故者の思いに引き寄せられて幽霊が集まってきたっていうところをたまたま撮っちゃったにしても、どっちにしてもちょっと 80% 怖いで、なんかさ赤い光ってなんかさ怒ってるとか言うじゃない、ね、心霊写真の赤い光って、うん、で周りに写ってるのが、まあ、暖色系だよね、うん、ほぼほぼ。だからなんかそういういろんな感情があるのかなと思って、でもねやっぱりそのメインのその顔より周りの方が俺は怖いかな。不気味不気味ですよね。うん、なんかそう見えてしまう。じゃあ続いてどうぞ。え、これってこれ？私も初め見た時これなのかなって本当自分でも疑いました。ただ多分合ってると思います。煙の中にいる人？そうです。え、これってさ一緒の人じゃない？この中央に写ってる人と。やっぱりそう見えますよね、うん、これは投稿者の男性が友人とキャンプに行った時に撮られた写真です、うん、小生さんが気づいたように、うん、その煙の中から出てる顔がそれらしいんですけど、うんうん、やっぱりよく見るとその画面の右にいる男性と顔がすごく似ていると、うんうんうん、一見残像のようにも見えるんですが、うん、向きが対面になっていることがまあ不思議であると。投稿者によると画面右の男性はこの写真が撮られた翌年、うん、心臓発作で倒れ、うん、帰らぬ人となったと言われています。この写ってる人は？はい、うん、自分の分身いわゆるドッペルゲンガーを見た者は死んでしまうと言われていて、まさに彼は煙の中に自分の分身を見たんじゃないかと、うん、ああなるほどね。だってこの映ってるメインに映ってる男性見てるよね、はい、確実に見てるよね。がっつりと見てると思います、うん、だって向こうも見てるよね、うん、ちょっとこれは怖いね。いや洋服とか洋服の色で髪型で眼鏡かけてるよね。かけてますね。かけてるよね、はい、で T シャツで下半身はそんなに見えないんだけど全く同じだよね。でこの翌年に亡くなったの、はい、うん、らしいですよ。いや見てるんよ間違いなく。この右のメインのこの本当実際にいる方は完全に気づいてる。煙ってさ
なんか光をこう遮断したりこう反射させたりするから、何かしらの技術というかカメラの何かしらでこう映ってんのかなっていうのを考えられるじゃない。ただそう映んなら影だけなのかなって思ったりもするのよ。自分の影がシルエットとなって映ってたならそうなのかなと思うんだけど、煙の中の人物にも色まではっきり出てるから、はい、いやいるよね、これはいるよね。じゃあ発表します。はい、お願いします。恐怖度プラス嫌な感じがする 85%。 だから背景のその1年後に亡くなってしまったっていうのもそうだし、でもこれワンチャンその光の加減でさってシルエットが映ってんじゃないって思ったところにでも色出てるしなとかっていうところのなんか論破されていくような感覚がやっぱり不気味かな。なんかあんまり見たくないというか。で一番怖いのが、いや絶対この人気づいてるよね、そこに自分がいるっていうのをっていう、その目がさ、もうそこ見てるもんね。そうですね。あ、これはちょっと怖かったです。はい、今回のびいい仕事だったね。まあ今後もね、皆さんが持ってる心霊写真、もしくは皆さんがネットで見つけた心霊写真、もしくは僕らの動画を見て、ここなんか写ってるよって気づいてスクショとかくれたらですね、撮っていただけたら、そちらの方でも全然あのこのコーナー持続できますんで、はい、皆さんもしよろしければデータの方をですね、あの概要欄にある、送り先の方に送っていただいて、延べもしくはごまの方に、アクションを取っていただいたら、ご対応させていただきますので、今後とも、募集続けていきますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。次回をお楽しみにお待ちください。では皆さん失礼いたします。